皆さんこんにちは、ホール担当のあゆみです。本日はご法要のお料理を、木蓮というお料理をご紹介したいと思います。こちら木蓮は、この白百合コスモスと同じように2段の箱膳料理になるんですけど、中身がちょっと違いまして、木蓮は中にうな重とオマールが入っております。でこちらは箱膳のお料理なので全てお持ち帰りができまして、専用のですね紙袋があるんですけど、そちらでお持ち帰りができるようになってます。で、はい、木蓮こちらも結構、ご注文いただいておりまして、そうですね、今ご法要を考えていらっしゃるお客様とか、今ご法要を控えられているお客様が、はい、もしいらっしゃいましたら、解席としてもできますし、お持ち帰りもできますので、よかったら、はい、豊かまでご相談もいつでも、はい、お待ちしております。はい、本日は木蓮のご紹介でした。この動画がよかったら高評価、あとチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。